テニスコート新都市記念感動を見公園は、茨城県筑波市二宮二丁目にある、茨城県営の都市公園である。指定管理者制度に基づき、筑波都市整備グループが指定管理者として管理、運営を行っている。ホラボン沼を中心とし、緑に囲まれた公園で、週末には親子連れやカップルなどが集う市民の憩いの場である。ホラボン沼は、 ほら、峰公園内にある故障。上池と下池の二つからなっていたが、筑波研究学園都市の建設に伴って、下池は埋め立てられた。現在道峰公園にある、ほらぼん沼は、かつての上池を縮小造成したものである。小野川地域は、起伏がなく、湧水もほとんどないため、ほらぼん沼が唯一の水源であった。江戸時代初期に、天然の池を、 人口の考え用の水源に作り直したものとされ、1788年作成の地図には、松木ぎ地として、現在のホラボン沼の5から6倍の大きさで描かれている。1883年発行の迅速速図では、上池、下池の2つに分かれ、面積は現在の3倍であった。沼には数本の小川が流れ込み、沼の水は小野川を経て、 霞ヶ浦へ達した。年間降水量が1300ミ、mm、リメートルと少なく、沼の水は常に不足しており、水争いも深刻だった。そこで、1928年より、高地整理法の適用を受けて、上池の西半分の泥をさらって、水深を増し、残りの東半分を埋め立てて、水田とする工事が行われた。これを、コラボ沼改修工事といい、 1932年に完了した。しかし、ホラボン沼回収工事では根本的な水不足は解消できず、観光の翌年と翌々年には大干ばつに見舞われた。茨城県は農民の窮状を見て、霞ヶ浦から水を引く小野川用水の計画を立案した。当初は霞ヶ浦からこの地まで水が引けるわけがないという意見が多かったが、 1936年3月に事業着手にこぎつけた。事業開始後も物価高騰、建設地の土質不良など多くの混乱に直面したが、1938年6月に総工費18万円をかけた事業は完成を見た。工費は半分を国が4分の1を茨城県が残る4分の1を地元が負担した。 第二次世界大戦後の1952年から県営土浦農業用水事業が行われ土浦市北海町14村で土地改良区が設置された土浦用水事業を見届けたホラボン沼高地整理組合は1971年に大池改正の石碑を建てて解散小野川地域の水問題は解消した翌1972年 つくば研究学園都市の建設に伴い下池は埋め立てられ、上池は縮小して、ほら峰公園内に残された。下池の跡地は、学園西洋通りと宅地になった。沼の周囲には、ウレタン舗装された一周千五十メートルの遊歩道が整備されている。現在の沼の水は、小川ではなく、公園内に降った雨水と井戸水で満たされている。沼の生物は、 ブルーギルなど外来種が増えた。ホラミネ公園のバリケン以前の方が植物や生き物は多かったが、ホラミネ公園は現在も自然観察の場として親しまれている。園内はイチョウクスノキケヤキ桜白カシマツなどの樹木に囲まれる。園内に生息する動物にはアズマモグラ、コオロギ、セミ、トンボ、バッタなどがいる。沼にはガマ、ヨシガシゲリ。 カルガモマガモバリケンなどの水鳥が泳ぐ。公共交通利用自家用車利用。ありがとうございます。